こんにちは、メンズの松です。はい、メンズのうちです。はい、メンズラジオ第4回になります。はい、はい、まあ俺ラジオこう4回ぐらい撮ってきたけど、やっぱまだちょっと緊張すんのよ俺。うちはどう？いや、特に緊張もう慣れてきた。まあそうやな。いや俺さ、慣れるんかなって思っててんけど、意外と慣れへんくてさ。ほんまに？うん、やっぱまだちょっと緊張する。ああ、だ俺緊張する、もともとまあ緊張しいやからさ俺。うんうん、うん、いやまあいつか慣れて、もうこの緊張ももうなんていう一部になっちゃうのかなとか思うけど、まあそれはなんかそれで寂しいかなとか思ったりするけど、はい、な、最初の緊張感を出せやな。うん、この1週間な、宇治って何かあった？あ、自分ですか？そうそうそう。まあ1週間、まあ突然話変わったけどまあ別に特にはなかったんやけど、ちょ最近その仕事の休憩中にね、コンビニ行くことが多くて、うん、うん、俺も行くよ。で休憩、まあ休憩っていうか、まあその自分トラック乗ってるんでね、うん、でまあ運転しながらパワッと食べれるのがいいから、うん、おにぎりめっちゃ買うわけよ。うん、おにぎり食う言ってたもんね。そうそうそう。ほんで最近セブンイレブンさんでよう見るんやけど、うん、キムチビビンバのおにぎりかな。キムチビビンバ。そう。のだから、なんていうの、あの、わかる、丸いおにぎりシリーズ。ああ、わかる、わかる、わかる。オムライスのみたいなやつの感じのやつであって、自分辛いの苦手やねんけど、ちょっと食べてみないなと思って食べたらハマってしまって。いやー、わかるよ。なんか普通の三角のさ、おにぎりもうまいけど、うん、ちょっと丸のやつのうまさもわかる。そうやね。買っちゃうね。この最近ちょっとそれがハマってますね、この1週間。この1週間ずっとそればっか食べてる気がする。いや俺はな、その、うん、コンビニ、俺もコンビニやねんけど、うんうん、俺ようさ飲み物買うときってあのココアとかよく買ってて。あ、ココア買う、ね、コンビニ行くとき、うん、まあ、うち知ってると思うけど、はい、でも俺最近めっちゃよう買うのが水。あ、水買うの。水もめちゃめちゃ買うねん。へえ。もう何だろうな、原点に戻った感じ。ちなみに銘柄は？え、めっちゃもうバラバラ、いろいろ買う、いろいろな水買って。そう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 。でもね、やっぱ水な、久しぶりに飲んでみ、いいよ。あ、そう。なんかこう心にとか体に染みるものがある。あ、なんかちょっとケチなんかな俺、あの水買うってなんかもったいないって気してしまうんだよな。いやだからそれはさ、うん、やっぱ分からんことないよ、分からんことないけどやっぱり水を買うって、うん、やっぱそれだけの価値のあるよ、やっぱ水も。やっぱり、うん、うまいよ本当に。水なんて、特に疲れてる時の水なんて最高や。多分水飲んでる人は絶対わかる。あ、うん、俺お茶とか水とか大好きやけど、はいはい、まあ、ココアも好きやけどな。やけどここ最近はもう水ばっか飲んでんな俺。へえ、うん、だからほんまもう飲んでみて。わかりました。マジで、はい、ということでメンズラジオ水から始まったけどスタートです。メンズラジオ。はい、じゃあメンズラジオ今回のテーマですね、はい、テーマは文化祭です。お、文化祭、時期ですね。時期やと思う、うん、いや懐かしくない？なんか言い方変になっちゃったけどめちゃめちゃ変になったけど、今標準語みたいになったけど、もう関西人からしたらちょっとイントネーション的に今の変な感じやねんけど、うん、そうね、いや仕事もそうやけど、こう電車乗ることが多いから俺はさ、うん、電車乗ってる時にその女子高生とかが、うん、その文化祭ってさ T シャツ作るやん。あ、クラス T シャツ、クラス T シャツみたいな作るやん、はいはいはい、それを着て乗ってきたんよ。来たんか。そう、電車に乗ってきて、はいはい、うわ文化祭かもって思って、 うわ懐かしいと思ってさ、うん、いや俺らは文化祭なんかずいぶん前のように感じるけど、いやなんか楽しかったなとかさ、なんかいろんな思いが、思い出、そうやな、がこう蘇ってきてさ、はいはいはい、なんか楽しそうに話してんのよ。そうやな、楽しかったよね楽しかった楽しかった、なんかもう青春してたなって感じやったけど、うん、文化祭ってさ、まあ、言うたら高校やんな。
中学校でもあるとこあんのかな。いや分からへん。ちょっとまあそれはまあ分からへんけど、まあ、俺らは高校やったな。高校しかなかったやんか、うん、高校しかやってなかったからあれやけど、うん、高校の 3年間、はい、まあ、1年生、2年生、3年生ってそれぞれ文化祭があって、うん、いつの文化祭が一番思い出ある？正直ね、うん、自分高校1年生はあ、最初の文化祭、入ってすぐの文化祭かなが一番楽しかった申し訳ないけどね、2年3年の時のコーラには申し訳ないけど、それは何、やっぱ最初のインパクトっていうのもあった、やっぱりあったんかな。あったんじゃん、だって中学やってないし経験してないからさ、うん、なんか初めて体験する文化祭っていうものが、だって学校がさお祭りになるやん。そうやな、だって学校ってやっぱ勉強したり部活したりさ、うんうんうん、するとこやからさ、そこがこう、なんていうの、公にこう遊んでいいよみたいな。そうやな、どんどんみんなで楽しくいろんなもんやってくださいねみたいな感じになる時やから、はいはい、いや盛り上がるのはわかる。だって、うん、楽しかったから。だからそれがだからより1年生になったら明確に出たんじゃない、うんうん、その楽しさっていうのが。なんかな、うん、だから俺そう思うよ。楽しかったね。え、1年生ちなみに何したん？自分女装しましたよ。女装？女装したよ。女装？女装してダンス踊ったね。何踊った？うん、あの時流行ってた AKB48 のエブリデイカチューシャ。あーシーズンやったね。いやまあ俺ら同じ高校やんか、うん、同じ高校やったから、いやなんかうっすら思い出したわ。なんか中庭かなんかで踊ってたか。そうそう、中庭で踊った。あそこにおったんや、無事。なんやったら、あ、そうなんや。なんかその時も、なんや、その、なんか良かった人にシール貼ってくださいみたいなやって、うん、言うたら総選挙みたいな感じのやったんよ。良かった人っていうのは何？踊りを見てってこと？そう、雰囲気とか、その、楽しそうとか、はぁ。この人に推したいみたいな感じの人にシール貼ってくださいみたいな感じでやってくれて。え、何それは、俺そのシールもらってなかったけど、どういうことなの？そのシールは。それは干されてたんちゃうかな。なんなんて、どういうこと？多分それ多分外部の人らだけちゃうかな、渡してた。私服のコーラだけ。ああ、そういうこと。あ、うん、なるほどな。学校におるコーラじゃなくて。じゃなくて、そうそう、在校生じゃなくて。在校生じゃなくて、外から来た人に渡してたの。そうそうそう。あ、なるほどな。そういうことな。そんで、俺が1位になりまして。いや、まあ、インパクトすごいもん。もうね、よう、自分女子、あの、スカートも履いてね。入ったな、ようスカート。そうやね、女子のスカート借りて、はい、そうだね、その貸してくれた子も申し訳ないなと思ったぐらい。ビリビリとか言わんかった？言わんかった、言わんかった、大丈夫。あね、高1、だからこの時期やったやんか。うん、だから入ってさ、うん、自転車通学やったやん、ね、自分が。いや、俺も自転車通学やって。うんうん、で、やっぱり若干閉まったんかもしれん。あー、なるほどな。もともと中学の時にテニス部やったから。あー、そうやな、言ってたの。そうそう、だから若干絞ったんかなって思う。ああ、それで入ったってこと？そういう、だから、もう飛び抜けてるやん。その女装なんて。うん。なあ、普通に来てたらあんまりせえへんやん。絶対。することはないと思うねん。まあ、うん。普通はっていうか、普通に生活しててやることはないわな。ないと思ってたから、だからそういうインパクトもあっての一年が一番残ってんのかなと思ったりもな、する。ああ、なるほどな。逆に、まずは。俺な、まあ言うても宇治とさ、同じ高校で、そう、2年と3年同じクラスやったから、宇治が楽しくない2年間俺と一緒やったわけやけど、まあそこは言わんといたろ。まあ、そうやけど、俺正直な、何したかなって正直あんま覚えてないよ。全然あんま覚えてなくて、ただ唯一一個覚えてんのがあんねん。俺2年生の時に、うちの、俺らが通ってた高校は文化祭が2日間あったやんか。あ、そうやったね。2日間あったやんか。2日間あるうちの1日俺文化祭休んだ日があって、はいはい、それをがずっと記憶にあんのよ俺は。もう文化祭の記憶では全くない、ね、文化祭の中の記憶じゃないんやけど、はいはい、あのとあるアーティストのライブが当たったのよ、はいはい、俺ライブが当たって、はい、そのチケットが当たっちゃったから、なんかそれが限定ライブみたいな感じだって、はいはい、だから俺文化祭を休むことになって休んじゃったんよね俺。そうだったね。そう、2年ですか。2年の2日目やから、あの、うん、外部のお客さんも来てたやん、はい、だから俺らの学校は1日目は在校生だけ、2日目は外部の方も来れるっていう感じやったから、その外部の方が来られる日を俺
バチッと休んで、で理由に困ったんよ、はいはい、だって連絡しなあかんやん学校に。そうやね。で俺から連絡するわけにいかんやん、うんうん、でおかんに説明しなあかんやん、はいはい、ちょっとこういうことがあって休ませてほしいみたいなで、まあ、おかんにもちろん言われたよ、あんたちゃんと文化祭行きなさい、そんなんそら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 言われるの当然やねんけど、うん、でもまあ当たっちゃったからさ、もう行くしかないやん。限定ライブですしね。限定やったからさ、うんうんうん、だからもうそのライブに行って、はいはい、結局は文化祭には行かんかったんやけど、はいはい、でもそのインパクトが強くて、正直文化祭何したかな、でもなんかうっすらと覚えてんねん、はいはい、なんか占いしたのも覚えてたし。それ2年やね。あ、2年かで、3年生俺何したかなって正直あんま覚えてなくて。だから3年が飲食、3年生俺ら何したっけ。飲食系しなかった。ホットドッグ。あ、ホットドッグやわ。ホットドッグ、ホットドッグが3年やったよね。そう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 、3年がホットドッグかな。ホットドッグやったね。やった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 。1年が正直全く覚えてなくて。いや、ね、俺マジで覚えてなくて、1年生何したっけなって思ってて、ただ、うんうん、あの文化祭ってさ、やっぱこう T シャツをデザインするやんか、うん、でこうクラスのその特色とかさ、何をするかでその T シャツってこう、ね、デザインも変わるし、うん、はいはい、例えばまあ俺らでいうホットドッグってなったらさ、そのホットドッグっぽいデザインの T シャツを作ったりするやん、はいはいはい、やっぱこうクラスで何をするかをアピールする、うんうんうん、やからさ、はいはい、T シャツで、うん、でなんか俺らの T シャツはなんかこうな、なんかウインナーっぽいのバーンって上からつけて、なんかケチャップみたいなのをこう縫い合わせてみたいなの作ってたやん、はいはい、あれどうやったどうやった、あの T シャツを見たとき。いや、すっごいインパクトやなと思ってインパクトがすごいなってこと。そうそうそう、すごいなと思った。いや、ほんまになんかさ普通になんかこう T シャツにもうつけただけみたいな感じだったよいや、まあ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 、まあ、それが高校生らしさやろ。それがまあ高校生の文化祭やねんけど、うんうん、俺さ、あれな、うん、なんか別に批判ってわけじゃないんやで、はい、批判ってわけじゃないんやけど、俺姉がおんのよ。はいはい、お姉ちゃんね。姉がおんねんけど、うんうん、姉にそれを見せた時にもう一言ダッサって言われて、いやいや、まあまあまあそういうもんやから、あれはダッサって言われてさ、あ、なんかいや別にええやんって思ってさ、うんうん、この日しか着れへんねやし、そう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 、もう着ることはないからね。着ることないし、うん、なんかでもおいおい、なんかな、パジャマとかにする人もおるかもしれんけど、うん、なんかこう上に言うたらそう、無理くりこう縫い付けてるからさ、うん、絶対一日こうやって寝転がったりしとったらこうポロンって倒れそうやからさ。まあまあ、やろうけどね。俺もうその後、文化祭の後、トンティシャツどこやったかなって感じやねんけど、うんうん、でもあなんか、俺文化祭ってなんか、なんか外の話ばっかりで思い出が、はいはいはい、なんか違うライブが当たっちゃったから行ったりとか、うん、そうね、姉にこうバーンってなんか一言バーン言われたりとか、はいはいはい、だから楽しかったやはずやねんその当日とか、はいはい、楽しかったはずやねんけど、何が楽しかったかなって言われたら俺も全然出てこうへんってことは、うん、多分そういうことねいや、まあかれこれもうなあ、何年ぐらい前の話になるからさ、結構経つもんな、うん、だからまあまあだんだん記憶って薄れていくもんやからね。そうやね。やけどなんかこう、それこそさ、さっきあの冒頭で言ったけどさ、うん、その電車乗ってる時に女子高生がこう乗ってきて文化祭の服着とったからさ、なんかもうちょっと楽しそうやって、うん、楽しかったみたいな感じで喋ってたからさ、はい、なんかどんなことしてんねやろなとかさ、うん、多分学校によってもさ、その飲食でもこう火使っていいとか、うんうん、ここまでいいとか、多分ルールがあったりするやろうし、うん、違うやろうしな。で、俺のここらは、ここは2日間やったけど、3日間のとこもあるやろうしさ。だからこう、俺らは正直、いや、宇治は分からんけど、俺は他の高校の文化祭を体験したことないし。せーの。宇治もないの？ないないない。あ、ないんか。だから俺正直な、他の高校の文化祭体験してみたいね。おぉ。って言っても、まあ、今の俺らが行ったらもうなんかもう、な、なんかあんまよくないと思うけど、うん、なんか、変な趣味あんのかとか思われそうやけど、うん、そういうわけじゃなくてえ、でもああいう空気に行けるのが楽しいよと思うねんな。それ多分違う意味で
なんかこう懐かしさを感じれると思うねん。そうそうそう、違う高校であったとしても母校じゃなかったとしても、うん、なんかこう青春っていうものを、うん、こう久しぶりに肌で感じれそうなあ。いやマジで今高校生やってる人たちは多分文化祭今楽しくやってるやろうけど、うん、マジで高校離れるともう文化祭のブーの文字すら触れへんくなってくるからもう懐かしいっていうかもうなんか頭から離れるやん、文化祭っていうこと自体が。そうやね、思い出すことすらなくなるもんな。思い出すことすら忘れるから、うん、いやもうマジで今のうちで楽しんどいてほしい。ほんまに、まあ文化祭もそうやけど高校生活ってもんかな。そう、ほんまに3年間しかないっていうのがなかなか儚いもんやなと思うね。もうほんまな、うん、もう戻りたいなと思うもん。言われたもんな、俺はもうその時にさ、うん、高校3年間楽しめようみたいな、うん、王道も楽しめようみたいな言われてるけどさ、その当時分からへんもんやな。そうやね、やっぱ体験してる本人たちはやっぱ一番分からへんからうん、大人になったり成長したりしてその経験をもう二度とできないっていう状況になった時に、その時の経験のそのなんて言ったらいいかな、かけがえなさっていうものをこう改めて感じるから、ね、しっかり楽しんでほしい。なんか俺みたいに外のことの思い出ばっかじゃなくて、うん、しっかり中を楽しんでもらって、まあ、まあそれもまあそれもそれでの含めての思い出ないかな。思い出ないけど、うん、多分もうな、いろんなことして楽しんではるはずやからさ、うん、だから目に焼き付けて目に焼き付けて、ね、懐かしかったなー言ってこう昔の友達とかだった時に話せるようになってほしいなあ、うん、いや俺らはこんな感じで話したけど、マジでなもう文化祭ってもう一回体験したいなって思うわ。ほんまにあんたでも自分から行かんかったやろ。でもまあ俺は自分から行かんかったけど、めちゃくちゃやで。まあでも許してくださいよ、許してください。はい、ということで、今回第4回のテーマは文化祭でした。はい、メンズラジオ。メンズのスポーツトピックス。はい、メンズのスポーツピーのコーナーです。はい、まあね、この1週間起きたスポーツのトピックス、はい、をなんかこっちが勝手にこう適当にピックアップして話すトークコーナーに、はい、何笑ってんの。いやいや、めちゃくちゃなんかなんかめっちゃざっくりまあいいんですけどね、まあ、そういうコーナーですから、まあ、そういうコーナーやからさ、はい、そういうコーナーやから、はい、でまあ俺らはサッカーをよく語るけど、はい、まあサッカー、ヨーロッパのサッカー全て開幕しました、うん、で第一節もある程度全部終わって、うん、まあ一部まだな、前回の前回というか昨シーズン そのチャンピオンズリーグやったりヨーロッパリーグの影響があって、うん、まだ開幕してないチームももちろんちょろちょろとあったりするけど、うん、はい、まあ我がチーム、松の大好きな我がチームバイエルンとマンチェスターユナイテッドの話からちょっと先にさせていただこうかなと思うんだけど、はい、まあ先にじゃあマンチェスターユナイテッドの話をしますね。はい、開幕戦負けました、うん、はい、3対1でクリスタルパレスに負けたんですけども、はい、正直あまり言いたくないですけど不甲斐ない、うん、もうこの一言に尽きる。もうなんていうんですかね、まあ、フロントの補強方針とか、まあ、もろもろこうな課題がもう山ほどあるんだけど、うん、その中でもやっぱりな、こう戦術とか、まあ、そこも含めちょっとなんか開幕にしてはやる気あんのかっていうこうプレーも目立ってたし、うん、なんかこう正直もう残念やなっていう。バッタ戦もうパッとどころかもう悪いって感じ、うん、だからもう期待してんねんで、もちろんだって好きやから、はい、大好きなチームやから期待してんねんけど、やっとなんかこうしてるが家にね、そう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 、うん、求めるものもやっぱ多くなってしまうのはしゃあないんだけどな、うん、だから次の試合もうどうなるか分からんけど、まあ、勝ってほしいのも当然やけど、うん、しっかりまあ補強とかもしっかりしてほしいなっていう感じかな。でまあもう一つが
バイエルンミュンヘン、うん、開幕戦も大勝でした。はい、結果は8対0です。はい、8対0でシャルケを倒しました。シャルケ、まあ、シャルケがちょっと昨シーズンからずっと調子悪いのよ。うんうん、調子悪くて、まあ、そのバーグナーっていう、まあ、監督やねんけど、はい、まあ、クロップと同じ、うん、結構系列というかもあれやねんけど、うん、こうあまりチームに馴染んでないのかな、どうか分からへんけど、うん、あの、あまりこうシャルケファン、まあ、シャルカーっていうの、シャルカーかな、シャルカーっていうんやけど、うん、あまりこう人気というかこうないみたいで、はい、なんかうーんって感じみたいだけど、まあそれがこう出る感じやった、やっぱ試合にも。うーん、だから正直バイエルンが圧倒的っていう言葉が多分まあ正しいと思うんやけど、うん、まあ、ちょっと強すぎた感じっていう。でだってドイツのほんまザ・ドイツっていうチームやからさ、うん、もう徹底的に叩くからさ、うん、どんだけ点差開こうがもう点取る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 みたいなことやってるから、うん、まあだから、まあ、そこが好きなとこやねんけどな俺は、はい、徹底的にだって手を抜くっていうことは相手へのリスペクトを欠くからさ、うん、だからこうしっかり8点取って勝ってくれたことはもちろん嬉しいし、うん、まあ、移籍で取ってきたサネもしっかり点取ったし、はい、1ゴール2アシストかな、はい、開幕戦にして、まあ、相手の状態もあったけど、うん、まあ、でもしっかり勝ったんで、まあ、バイエルンは素晴らしいスタートを切りました。はいはい、で、宇治はどう？リバプールかな。リバプールですね。リバプールはもう2節終わってるもんな、リーズと、はい、前回がチェルシーか、チェルシーと戦ったね。うん、両方とも勝ったよね。両方とも勝ちましたね。まあ強いね、相変わらず。開幕からサラーさんね、ハットトリックですからね。そうやな、開幕ハットトリックやったもんな。すごいな、サラー。あの、何点目か忘れてんけど、うん、右のエリアから、うん、右サイドからと、右サイド、うん、のエリアのちょっと出たところあるんやけど、うん、からの左足振り抜いたあのキーパーの右上の角ガンって、あーはい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 、あれがすごい。サラーってさなんかコントロールシュートもうまいけど、 そう、うん、それ弾丸系もそういうなんかストレートボールもうまいよな。そうそう、それがすごい思った。やっぱり3点取ってるだけあって、まあ、PK も絡み、スーパーの選手やんか、うん、まあ、俺あんまこんなこと言いたくないけど、ローマにおった時は正直そんなどうなんのっていう感じだったし、もともとチェルシーに持ったやん、うん、だからそこまで正直インパクトはなかったけど、うん、でもやっぱこう選手って成長するものやから、そうですね、うん、だからやっぱこう努力したんやろなっていう。だってリバプールに取られるってことはそういうことやからさ、うん、クロップが欲しいって言って取ってきて、うん、あれだけ活躍してることやから、それだけのものを持ってただけの話ですからね。だけの話やねんけど、それがどれだけすごいことかっていうことやねん。そうなんですよ。見る目がありますね。やっぱすごいね。うん。で、レアルが引き分けなんだ。ドローですね。ソシエダですね。ソシエダに引き分けでね。うん、あ、まあ、ちょっとスコアレスっていうのがちょっといただけないかなと。まあ、そうやな。まあでもレアル、どうなんやろな。レアル、まあ。まあ、強いチームなのは間違いないんやけど、うん、やっぱこうクリスチャーノが抜けてからのその得点力っていう面でやっぱり課題はずっと残ってるはずやし、それが一番。いや、ベンゼマもすごい上手いフォワードやねんで、うんうん、すっごい上手いフォワードやねんけど、多分得点力っていう面でやっぱこうドナウドとはなちょっとこうあれがあるから、ちょっと1対1ではちょっと厳しいかな。ちょっとまああれやからっていうのもあってな、まあ、アザール取ったりとか、うん、選手取ってるけど、まあ、アザールは昨シーズンな怪我でほぼほぼに打ってるし、ね、まあ、今シーズンが多分アザール本人も確か勝負みたいなこと発言してたはずやから、うん、どうなるかは分からへんけど、まあ、でもスペインはやっぱこうなんていうか各チームおのおのの問題が多すぎて、そうやな、なんかリーグ戦っていうよりもなんかもうフロント内でのいざこざが多すぎるからさ、なんか
ある意味面白いなって思うんやけどな。肌から見てて。せやな。肌から見てて面白いなって思う。まあ、レアルはまあ、今もだいぶ落ち着いてるやんか。フロントとの、まあ、いざこざっていう部分では。いざこざっていう部分。若干ちょっと高みの見物やねんけど、俺的にはな、うん。他のチームがなんかまたやってはるわ、みたいな。対岸の火事みたいな感じでちょ見てねんけど。いや、わかるよ、わかるわかるわかる。まあ、でもレアルもちょっとね、そこの得点力っていう部分は、もっとやっぱあれやなっていう。解決しなあかん部分かな。ああ、だよな。あれだけ中盤がおるからさ。やっぱり、まあまあ、一流中の一流が、そうね。レンゼも言うたらそっちの部類に入っちゃう気持ちやね、俺的には。はあ、なんか言わんこと、言わんとしてることは分かる。やっぱりっ仕上げできる選手。だからそう。だから、そうやな。99を100にできる人やな。そうやね。99までにできる選手はいっぱい揃ってると思うね。うんうんうん。センターバックで言ったらやっぱセルヒオ・ラモスはスーパーやし。うん、俺はレアル・マドリードって言ってカルバハルとか大好きやけど。うんうん、まあ。中盤でいい組み立てをしてくれるから、うん、でフォワードもいい動きをすんねんけど、やっぱ最終的に点を取らないと勝てないスポーツやから、うんうん、その1点を取るっていうことがすごく難しいスポーツやからさ、うん、まあ、そこがやっぱサッカーの醍醐味で面白い部分やけど、そこをやっぱこう勝てないっていうかこう、うん、1点取れる選手っていうのはやっぱ限られてくるから、うん、そこの選手の補強っていうのをこう多分急いでるんかもしれんけどな、まあね、うん、まあ、でもレアルはさ、うん、あのちょっとゴルフちゃん、ゴルファー、ゴルファーさんねと言われているギャレス・ウェイルがスパーズに移籍してレンタル、レンタルかな、1年レンタルで、レギロン、レギロンもですね、レギロンもセビージャに昨シーズンはレンタルされたけど、はい、今シーズンがスパーズに一応完全移籍なんやけど、買い戻しオプションがついてて、ついてんね、お金を払えばレアルはしっかり買い戻せるっていう、うんうんうん、情報がついてスパーズに移籍しました、はい、うん、まあ、ベイルはな、まあまあ、俺の印象では怪我せんかったらスーパーな選手やから、うん、間違いなく、だって左足なんてバケモンや、いやもう全然もうそのサッカー選手としての技術はもう申し分ないと思う、フィジカルもやっぱできてるし、うん、もうなん怪我がやっぱなどうしてもこう目立っちゃう選手やし、うん、そのゴルフっていうイメージがこう強いけど、多分ほとんどの人が思ってると思うけど、うん、ゴルフっていうイメージが、うん、でもやっぱ試合に出るとそれなりっていうかもうそれなり以上のものをやっぱバンって出す選手やから、うん、まあスターやなと思うよ、もうスターなのは間違いないんやけどな、うんうん、だからレアルは逆にさ言うたら2人も出してるわけやん、まあ、ベイルと、まあ、レギュラー昨シーズンレンタル出してたから、うん、ハメスとかもそう、まあ、ハメスも、まあ、レンタルからもうエバートンへの完全にかな、うんうんうん、まあ、言うたら昨シーズンあんま使ってない選手を3人ポンって出したわけやん、うん、レギュラーはまあ出てたし、うん、違うチーム出てたから3人ポンって出したから、うん、まあ、別に レアルからしたら悪い放出ではないはずやね、うん、うん、だけど補強が進んでないから、そうね、多分財政上の問題もあるはずやけど、うん、まあ、他のチームからなかなか取るっていうことも難しいのかもしれんけどさ、うんうん、レアルのなんかカバーニがもしかしたらみたいなことも言われてるけど、あ、逆オファーしたとか言ってる、ね、なんか言ってる話もあるけど、うん、まあ、それもどうなるか分からへんし、うんうん、レアルはな、まあ、そんな感じやな、そうですね、で、まあ、リバプールはまあ補強を言ったらあれやもんな、サイドバック補強したのと、そうなんですね、あのウルブスからジョタを取ったやな、あ、そうディオゴジョタですか、ディオゴジョタをウルブスから取ったの決定して、あ、でもまあ最近決まったことやけど、ディエゴ・ジョタを取った、あ、ちょっと嬉しいね、自分結構好きな選手で、我がバイエルンからチアゴが行きまして、まあ、スーパーな活躍を見せてましたけど、チェルシー戦ね、まあ、これが我がバイエルンサイン、いや、バイエルンで彼は成長したから、はい、ね、バイエルンで成長したからね、彼は、はい、だって泣いてくれたんやからね、離れる時に、いや、だそういう選手が好き、わかるよ、その忠誠心のある選手がほんまにいいなと思う、いやだからもう俺からしたらさ、うん、悲しいよ、うん、そうやな、もう残ってくれよって感じだったけど、うんうん、もう本人がさ行きたいってなったし、もう一度チャレンジしたいっていう意思をもう決めちゃったから、うん、もうそこはもう俺らバイエルンのファンからしたらもちろん出て行ってほしくないけど、本人が行きたいって言ってることをやっぱこう背中を押してあげないと、それがファンやと思うし、うん、うん、もうここバイエルンに素晴らしいものを置き土産として三冠っていうものを置いて出ていくわけやから、うん、だからバイエルンファンからしたら多分嫌いな人はおらん、
間違いなく、うん、いつ帰ってきても多分もう拍手やったり、うん、ありがとうっていう声が多分飛び交う選手でやることは間違いない、うんうん、でまあそのまあバイルの話になるけど、うん、チアゴが出てったから誰を取るのかって話になってんだけど、うんまあ、ブロードビッチってるんだ、ブロードビッチを狙ってるとかいうのもあるし、うん、今はもう右サイドバックをちょっと取りたいなみたいな話になってるけど、うんまあ、ヤックスのベストって言うんだけど、うんまあ、その辺の話ぐらいで、あとちょっとまたチェルシーのハドソン・オドイをもう一回狙いに行ってるみたいな話がちょろちょろと出てて、うん、でユナイテッドが、補強の噂も出すぎなぐらいいっぱい出てんねんけどあのユナイテッドのファンからもうファンからしたらもう常識やねんけど、名前は出るけど全然移籍が進まんからユナイテッドファンあるあるやからこれ、ね、もう慣れたけど、うん、なんか名前だけ使われてる感じやねん、はいはい、名前だけユナイテッドの文字がいっぱいあるなっていう感じやねんけど移籍全然進まねえな、おいみたいなだからもう補強担当ウッドはだけど、はい、あの人が全部実権握ってるけど、うんうん、もう顔を見る時がちょくちょく最近試合映像とかでも出るんやけど、はいはい、もうユナイテッドファンからしたらもうなんかいやここにおんなよって話やねんけどな、もうそんなんする前に先やるとかあるみたいな、イングランド、まあ、今出られるのかもせんけど、コロナの影響で出られるのかもせんけど、うんうん、いや頼むから選手取ってきてくれよとか、うん、でもそのもうなんかそっち方面ばっか出ちゃうけど、うんまあ、ファンデベークだけ取ってくる、まあ、取ってくれたけどな、ファンデベークはでかいのはでかい、でかい、めちゃめちゃいい、うん、いい選手、めちゃめちゃいい選手、うん、めちゃめちゃ好きな選手かなやろ、だ俺らの好きなチームとのこんな感じですちょっとね、言い悪いはあるけどもね、うん、で、まあ、ヨーロッパはこんな感じで、ね、まあ、俺ら好きな話、チームの話しかしてないけど確かにで、J リーグでちょっとすごいことというか、うん、偉大な記録がまた生まれて、うん、キングカズ試合に出られました、 J リーグで出られました、はい、出ましたよ、いやすごいよな、先発先発で出て立って、だってもうすごいよ、だってもう50歳超えてんねんで、ねえ、やっぱサッカーの方好きなんやなって思う、うんうん、だって俺がさ、ヨーロッパのサッカーをこうよく見る俺らからしても、うん、やっぱすごいって思うもん、だってそこまでやるって、うん、で体もやっぱ限界来てるはずやねん、どっかで、うんうん、来てるはずやけど、それを無理聞かしたりとか、それをケアする時間も大変やと思うねん、けどそこをやって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 突き詰めてやって試合に出たりしてはるから、うん、だから俺もいつまでやられんのか分からへんけど、もう間違いなくレジェンドであることは間違いないし、日本のサッカー界にとっても世界のサッカー界にとってもこれだけのものをずっとやられてる方やから、うん、だからもう引退とか正直まだな、本人から、まあ、あれになっちゃうからどうかわからへんけど、うんまあ、いつまでできるかなはわからへんけど、最後までやってほしいなって思ってな、うん、まあでも、まあ、出た時の試合の対戦相手がフロンターレやねんけど、うん、フロンターレが強いのよ、はいはい、なんかもうずっと勝ってるみたいで、うんやっぱこうチームとしてこうデザインされてるものとこう一貫して行われてるものっていうのがこう統一感があるというか、うんうん、ブレがないのよ、チームとして行おうとしてることに、はい、やっぱそういうチームって強いからさ、うんうん、監督や現場のポル選手、うん、多分中村健吾っていうスーパーな選手がおるからさ、うん、あの人がおるだけでやっぱチームがまとまるはずやし絶対、うん、俺らからサッカーファンからしてもやっぱすごい選手なの知ってるから、うん、フロンターレもこれからどれだけ勝つか分からないけど、ちょっと J リーグもなちょこちょこ追っていこうかなっていう、そうですね、思っております、はい、はい、ということで、まあ、スポートピ、今回のスポートピはこういう感じで開幕戦とちょっとキングカズ選手の話をちょろちょろっと触れさせてもらって、うん、終わりに、はい、はい、メンズラジオ、はい、メンズラジオ第4回もうエンディングのお時間でございます、はい、文化祭の話と、うんまあ、リーグ戦の開幕とか開幕戦の話とか、まあ、ちょろちょろっと話をちょっとさせてもらって、うんまあ、近々な、まあ、サッカーも試合はこれからちょっとシーズンも続いていくし、うん
まあ、楽しみもいっぱいあるわけやけど、そうですね、なんか早いな、なんか時間が経つみたい。いやもうほんま早いよ、これ多分言うてる間にもう年末お正月とか言ってくれやで。なんか楽しみでもあるけど、なんか寂しいなと思うな。まだ年取るんやで。いやーね、なんかもう体もな、疲れてきたりとかさ。そうやな、もうなんか肩こるとかなかったのにさ、なんか最近口癖やもんな、なんか肩こった、しんどい、疲れたとかばっかしか言ってないと思うんだよ。なんか大人、子供の頃はさ、うん、肩こるとかわからんかったけどさ、大人になってわかるって、まあ大人になったってことないのけど、寂しいようだな、寂しいねんな、なんかな。いやもっとなんか肩こりたくねえよって、うん、本当もうずっと思っちゃうわ。もうわかるわかる。揉んでもらう時とかもう 寝そうなもんな、こうやって、うんうん、はぁとか言ってさ。でもうじはさ、整骨行ったりするやん。行くね。俺はまだ もうそこはまだ頼らん。俺はまだそこは頼らんってまだ決めてるから。もう行ってしまったらもう最後やで。ずーっと行ってしまう。ずーっと行ってまうんやろな。うん、行ってみたいねんけどな、絶対気持ちいいの分かってるからさ。いいね。高校生の皆さん、これが大人になるということです。ほんまに、今を目いっぱい。マジで。楽しんでください。楽しんでください。肩こらないように。肩こらない大人になるのは無理なんで。間違いないです。ということで、メンズのラジオ。メンズラジオ？メンズのラジオ？じゃあ、メンズラジオや。第4回。はい。以上でございます。さよなら。さよなら。